皆さんこんにちは。今日はおっさん彼らのオイル交換をします。先日ショックさんに予約を入れておいたのでこれから向かいます。最近は長距離に出かけても絶好調のおっさん彼らのコールドスタートを聞いてください。いかがでしょうか。この軽快なエンジンの吹き上がり、前回の交換から約5300キロ走行しました。本当は3000キロごとで交換が望ましいのですが、視聴者のポルシェオーナーの方々のコメントを見ると5000キロで交換する方も多く、特に問題もないとのことなので今回は5000キロ走って交換することにしました。今までにやってきた修理や整備で不具合の発生も一切なくなったので、以前のように神経質になることもなくなって、最近はできるだけコストがかからぬようにおっさん彼らを維持していこうと思って、初めての5000キロオーバーオイル無交換となりました。さてオイルの状態はどうなっているのでしょうか。そんなことを言っている間にショックさんに到着。最近は絶好調なので久しぶりの訪問です。社長さんも調子の良くなったおっさん彼らに会えるのを楽しみにしていることと思います。到着したらすぐにオイルキャップを開けてオイル交換の準備。相変わらずショックさんはいつものように忙しそうです。前回の交換は4ヶ月と2週ほど前、93100キロ時で交換。確か現在の走行距離は99000キロ。どうやら前回のメーターリセットを交換後すぐにしていなかったようです。リセット後のメーターは5300キロでした。どうやら今回6000キロ走っていたみたいです。6000キロといっても5ヶ月弱での短期間での走行なので、そんなに劣化は進んでいないと思いますが、ちょっと心配です。さて6000キロも走ってしまったおっさん彼らのエンジンオイルをとくとご覧ください。出てきました。意外に綺麗な状態ですね。驚きました。今回のオイル交換前には塩料添加剤も連続で3回くらい入れて走ってきたので、もっと汚れているかと思っていました。考えてみれば購入直後は不具合もあったので、3000キロ走る前に何度か交換してきた結果、フラッシング効果でエンジン内が綺麗になっているのでしょうか。それならとても嬉しいです。こんな感じの6000キロ走行後のエンジンオイル、このくらいなら6000でも大丈夫ですねとショップの社長に言ったら、やはり5000までには交換した方がいいとのこと。ただでさえ高齢のおっさん彼ら、やはりエンジンオイルは生命線なので、今後は5000までには必ず交換するようにします。オイルの粘度はと言いますと、こんな感じで少し粘つく感じ。素人の私の判断ではこのくらいは問題なさそうだと思います。オイルの規格は 0W50。 この粘つきが使用前のものとどのくらいの違いかは分かりませんが、多分大丈夫だと思います。新しいオイルを入れてもらって交換距離のシールを貼って無事に交換完了。ありがとうございました。今回は忘れないうちにすぐにメーターをリセット。次回交換まで涼しくなってきた季節を走り回って楽しみます。新しいオイルに代わってご機嫌なおっさん彼ら、気のせいなのか、やはりエンジン音が静かになったような気がして加速もスムーズ。いわゆるこれがフラシボ効果というものですね。私も気分がいいので今晩はまた夜の空いた道路を走り回ってきます。皆さんも愛車のオイル管理忘れずに愛車をいたわってやってくださいということで、今日のところはこの辺りで。またね。